メトロイドプライムハンターズは、ニンテンドーソフトウェアテクノロジーコーポレーション開発、ニンテンドー発売のニンテンドー DS 専用ゲームソフト、プライムシリーズ第3弾。全2作と違って、敵をロックオンする機能がない純粋な FPS として発売されており、キー操作で移動しつつ、タッチペンで視点移動して撃つことができる。また、Wi-Fi を用いて、 ネット対戦もできる。シリーズで唯一、タイトルに関されている、メトロイドが全く登場しないほか、プライムシリーズの重要、キーワードであるフェーゾンも全く関わらないと、シリーズの中でも特に外伝的な位置づけが強い、ストーリーになっている。宇宙の遥か遠く、銀河連邦の勢力圏よりも遥か遠くに、アレンビッククラスターとして知られる、星域があった。 かつて平和的かつ巨大なアレンビック族の文明がこの地を支配していたがおそらく数千年前あるいは数万年前最高の兵器に守られたオクトリスを残して彼らは突然と姿を消したそれから幾世紀もの時を経た現在奇妙な事件が起こるアレンビッククラスターから発信されたテレパシーメッセージが 銀河中でも特に上位に位置する者たちの頭脳に届いたのだ。メッセージは数千の言語、数千の言葉に翻訳されたが、その意味するところはすべて同じであった。究極の力、その秘密はアレンビッククラスターに眠る。このメッセージは、名高い6人のバウンティハンターを魅了し、彼らはそれぞれの理由を胸にアレンビッククラスターへと向かった。 自身のため、あるいは星や種族のために力を求める者、あるいは己こそが銀河最高のハンターであることを証明するために闘争と破壊を求める者。ハンターたちは競い合って究極の力の正体を解き明かそうとする。一方、この奇妙な事件を知った銀河連邦もメッセージの真相を解明するためサムスアランをアレンビッククラスターに派遣する。 以下のキャラクターたちは、アドベンチャーモードで、ボスとして登場したものを倒すと、マルチプレイモードで使用できるようになる。なお、ハンターと呼称されているが厳密に、ハンター家業を行っていることが判明しているのは、関電とサイラックスのみである。また、オープニング映像には各ハンターたちの紹介映像と共に種族名を呼び、出身地が記載されているが、 詳細な設定は判明していない。各、キャラクターごとに、固有のトランスフォーム形態、及び性能が強化される、サブウェポンを持つ。サブウェポンの追加能力の詳細に関しては、後述の、サブウェポンを参照。未開の宇宙であるテトラ銀河系に存在する、究極の力が眠ると言われる星雲。数多くのバウンティハンターが、究極の力を求め、 この星雲に集まった。二つの惑星と二つの宇宙ステーションが存在する。基本ウェポンとなるパワービームミサイルと七つのサブウェポンの合計9つが存在し、蒸気で触れた得意武器に関してもさらに詳しく解説する。オメガキャノンを除けば全て弾数制限があり、サブウェポン用の弾であるアモを使用する。使用するハンターごとに得意ウェポンがあり、 通常よりもウェポンの効果が強化される。また、方針の光の色も、各ウェポンのイメージカラーに変化する。また、それぞれのアイテムを入手しないと使用することができない。アモの消費に関しては、アドベンチャーモードでは一律で通常弾が1発、チャージ弾が3発のアモを使用し、最終的に400発まで所持することができるようになる。バトルモードでは、 各武器ごとに消費やもの概念があり、残弾表示はこれを計算したものである。そのため、サブウェポンを切り替え、使用していたサブウェポンに戻すと、残弾数が変わることがある。消費やもの比は、であり、高い比の装備は、弾数も、少なく見える。この比の数値を利用すると、最大所持数は599。また、アドベンチャーモードの場合、 サブウェポンの属性がとなっており、ボスのような特殊な対象への攻撃など一部の謎解きでこの要素を用いる。本作では他のバウンティハンターを除くと合計10体のボスキャラクターが各惑星の宝物守護室に2種類ずつ存在しており、オクトリスを守護している。ありがとうございます。